下村健氏は、日本の鳥類生態写真家、記録映画監督。下村の代表的作品、ある日の日型映画作品、ある日の日型が、文部大臣賞、後期2600年、宝粛芸能祭文化映画コンクール主席、千鳥が映画世界賞受賞、文部賞選定、香港鳥物語が、文部大臣賞、第4回毎日映画コンクール教育文化映画賞、受賞。 その他の作品でも受賞多数。鳥類を中心に写真や映像に野生生物をフィルムに収め、日本初の鳥類生態写真集を観光し、鳥類標本では得られない生態の研究に貢献した。鳥類を撮影した写真は財団法人山品鳥類研究所にかなりの数が収蔵されている。また映画作品は東方ステラが 日エアーカイブとして管理しているものがあるほか、東京国立近代美術館、フィルムセンターなどがプリントを所蔵している。日本最初の野鳥生態写真家と評されている。カメラそのものが珍しかった1920から30年代に自由に飛び回る野鳥を日本で初めて撮影し、今では失われてしまった自然環境も記録した。 2018年9月21から26日には、有楽町朝日ギャラリーにて、下村の生涯と功績についても紹介する、写真展、日本最初の野鳥生態写真家、下村健史、生誕115周年、100年前に河蝉を撮った、男も開かれた。ありがとうございます。